というわけで今回はかなり長期戦になるだろうな。ステンドグラスって屋外で置きっぱなしにしておくとどんな風にボロボロになるのかなっていうのを検証してみたいと思います。やるの？マジでやるの？いや、やりますよ。まあ、ほったらかしのまま忘れちゃうかもしれないけどね。はい、とりあえずこんな感じで作りました。これ黒くしたのとしてない方ね。この2つを外でほったらかしにしていきたいと思います。もう今回の検証はどれだけ時間かかるか全然わかんないわ。うわ、熱いわ、めっちゃ。うわぁ、熱っ。とりあえずこれ8月です、今日は。まあ、外にほったらかしにし始めて半年、ガチで半年。これね、ハンダ黒くしてない方はなんかね、ちょっとこれカメラでわかるかな、ちょっとだけね、表面がくすんでる感じで、ブラックで黒くした方はなんかやっぱ白くこうカビが生えるというか、こう吹くというか、これ多分微妙にフラックスが残ってたんだろうな。で、ずっとね、表向けて置いてたんで、裏面はね、外気にはさらされてましたけど、雨風が直接かかってたわけではないんですよね。だからこう黒いの方はね、なんかこう白くこう吹いたりなんかあんましてない。で、こっちは表面のくすみもちょっと少ないかな。まあ、とりあえず半年6ヶ月経った状態はこんな感じ。ではまた引き続き外にほったらかしです。いやー、そうか。はい、というわけでさっき出てた1年前の自分から今1年後、結果こんな感じになりました。これちょっと見にくいか、これにしよう。こっちでご覧ください。今見てもらってるのが1年間本当にガチで1年間外にほったらかしだったハンダです。まあ、これ見比べようか。一応こんな感じね。まあ、もちろん1年も経てば、まあ、雨風ほこりなんだかんだで、まあ、ちょっとくすんでる感じはしょうがないんですけど、黒い方はね、なんかちょっとね、この辺がふわっとこう白いなんかこう吹いたというかカビみたいなのが映ってて、これは多分もうフラックスがちょっと残ってたから、まあ、こんな感じになったんでしょう。この辺は正直夏の段階でもちょっと出てたんで。で、もう片方銀色の方は特に何も問題ないよな。1年経ってくすんでるってのはあるんですけど、で、これ結局ね、見てもらったら分かる通り、1年間本当に晴れの日も雨の日も風の日も、1、2回だけ雪降ってたかなっていう日も本当は雨ざらしでほったらかしてたんですけど、結果ね、錆びてないっすね。で、錆びてないし、なんかこうボロボロになってなんか朽ちてるみたいな、そういう感じもないっすね。なんかこっちもね、なんかこうぐにゃぐにゃにグラグラになってるかなと思って、全然ないっす。こっちもね、こうなんか
ぐにゃぐにゃになってるとか、ほんとないっす。全然普通。これもちろんそのもっとね、2年3年5年10年ってなるともっと変わってくるんだと思うんですけど、丸1年だとこんな感じ。正直ね、もうちょっとなんかグダグダになるのかなって思ってました。1年も経てばね、あんまり変わってなかったな。でちなみにこっちが裏側です。雨ざらしって言っても裏側はずっとこう下向いてたんで、あんまり影響受けてないな。なんか若干ツヤも残ってるし、はい、これちょっと磨いてみようか。お、1年も経ってるとね、マジックで書いたこの2月っていう文字もすんごい消えにくい。うわ、消えにくくなってるわ、マジック。まあまあそれなりに汚れるのは汚れますね。で、これが軽くちょっと磨き終わった後です。肉眼だとピカピカってほどではないんですけど、まあなんか普通の状態にまで戻った感じ。もちろんガラスの上に溜まってたそのホコリみたいなのも全部綺麗になったんですけど、まあこんな感じです。もうカメラじゃあんまり違いわかんないかな、やっぱり。そうだ、これなんですけど、これか、これね、もうどれぐらい経つんだろう、丸2ヶ月か3ヶ月ぐらい、丸3ヶ月か、作ってから経つんですけど、日中結構火に当たる場所に置きっぱなしなんですけど、こいつもね、まあ、3ヶ月ぐらいじゃね、まだ黄ばんだりとかしてませんね、まだまだ白い。これはもうちょっとこう様子見ていきます。なんか絶対多分いつかは黄ばんでくると思うんです。これはね、皆さんからすると多分10分あるかないかの動画だと思うんですけど、僕は1年かかりました。1年かかって出した、もう本当に出した結果がこれです。錆びてもないし、なんかボロボロになってもない。1年ぐらいじゃなんかあんま変わってない、普通です。というわけで、まあなんか屋外に置いてもあんまり問題なさそうだということが分かったので、皆さんも何か作って屋外にほったらかしにしてみてはいかがでしょうか。知らんけど。それではあー、やっと終わったわ、もう終わったわ。おい、終わりの